松崎天民は日本の作家、新聞記者。都市風俗、特にアンダーグラウンドの田んぼを得意とし、隣落の女、銀座などを表した。神戸事件の滝前三郎は祖母の弟、岡山県真庭市生まれ、名は一郎、十五歳で母親を亡くす。学歴は小学校四年修行であるが、生来、文才があり、1九百年大阪新報を振り出しに、 大阪朝日新聞、上京して、国民新聞、東京朝日新聞、万有新聞、都新聞、26新聞、中央新聞などで27年間の新聞記者生活を過ごした。一方、35歳の時、浅草区専属町の死傷靴をテーマにした、隣落の女を表し、その叙情的名分で読者を酔わせた。1928年からは、雑誌、 食道楽を発行した。料理ジャーナリストのほとんど最初の人でもある。料理ジャーナリストは松崎以前の先駆者として、村井賢斎、松崎以後、元山適州などが現れた。浪曲を好み、自身でも巧みに演じることができた。1934年に56歳で死去。多くの作品が近代デジタルライブラリーで公開されている。 岡山県鏡野町の奥津温泉に花火碑がある。亡くなる前年に読んだもの。ありがとうございます。